今日は緑の日です。広島市の植物公園は無料開放されており、多くの家族連れなどが訪れています。広島市佐伯区の植物公園は開園を前におよそ300人が列を作りました。緑の日は植物園の日として毎年入園料を無料にしています。園内には G7 サミットの参加国にゆかりのある植物を集めた花壇が設けられ、例年より早く開花した早咲きのバラなどが見ごろを迎えています。すごい綺麗で、ね、バナナもびっくりしたね。ね、サボテンもね、びっくりしたね、うん、綺麗な花がたくさんあって、すごく癒されます。食虫植物とかも面白いから。今日はクイズラリーに参加した人たちに先着でマリーゴールドの苗がプレゼントされました。